日本三大悪女その一、北条政子、本当に悪女だったのか。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は日本三大悪女その一、北条政子について紹介していこうと思います。日本三大悪女の一人として有名な北条政子、源頼朝の正妻として知られていますが、かなり怖い女性だったことから悪女、恐妻と呼ばれていますが、果たして本当に悪女だったのか。今回は悪女と言われるゆえんとなったエピソードを紹介しながら、本当に悪女と言えるかどうかをまとめてみたいと思います。頼朝とは愛で結ばれた夫婦。北条政子は1157年、保元2年、伊豆の国の一豪族であった北条時政の長女として誕生しました。頼朝と結婚したとされるのは1177年、治承元年頃で、政子20歳の頃でした。源氏は平治の乱で敗れ、頼朝の父義朝は死去。頼朝は1160年、永暦元年に伊豆へ流されて、政子の父時政の監視の下で暮らしていました。政子と頼朝が出会ったのがそんな時だったため、当然時政は反対しました。その頃はまだ平家の全盛期。頼朝には政子以前に恋仲になった女性八重姫がおり、駒で儲けていたと言いますが、相手の女性の一族は平家にそれを知られるのを恐れて子を殺しています。それほど敗れた源氏とつながりを持つことは不安材料でした。時政も平家につながりがあったため監視役に任命されたわけで、政子の結婚相手も平家ゆかりの人物をと考えていたようです。しかし政子は時政が不在の間に頼朝と恋仲になり、とうとう結婚に至りました。父の言いなりになって政略結婚をすることを拒み、頼朝を選んだのです。政子は反対する父によって幽閉までされていたようですが、それを振り切って頼朝のもとへ走ったのです。二人は当時の武家社会では珍しい恋愛結婚でした。1178年、治承2年には長女の大姫も生まれ、やがて時政にも認められました。激しい嫉妬心で怒り狂う政子、夫婦喧嘩もド派手。恋愛結婚によって結ばれた二人でしたが、頼朝は生涯政子一人を愛したわけではありませんでした。政子が二人目の子である万寿、後の頼家を妊娠していた頃、頼朝は亀の前という女性を寵愛するようになっていました。吾妻鏡によると、容姿に優れるだけでなく、柔和で優しい性格の女性だったようで、頼朝が流人となった頃から仕えていた女性でした。頼朝は政子懐妊中に亀の前を厨子の小壺に呼び寄せ、隠れて関係を持っていたのですが、これが牧の方、政子の継母から政子に伝わってしまいました。夫の浮気を知った政子は激怒。亀の前が暮らす伏見広綱の屋敷を義理の祖父牧宗親に攻撃させ、家を破壊してしまいます。これが有名な亀の前事件です。一方、これを知った頼朝も黙っていませんでした。実行犯の宗親の元取りを切り落としてしまうのです。頼朝の怒りに触れた宗親は逃亡してしまいましたが、義理の父がこのように恥ずかしめられては、今度は時政も黙ってはいません。一族で伊豆まで引っ込んでしまったようです。政子の怒りは伏見邸破壊だけでは収まらず、伏見広綱は流罪になってしまいました。平安時代の女性というと、夫の浮気に嘆きこそすれ、怒り狂う例なんてほとんどないように思いますが、政子はただ涙を流し悲しむような女性ではなかったことがよくわかります。政子の怒りの行動に仕返しをした頼朝の行動も凄まじく、他人を巻き込んだ夫婦喧嘩は壮絶です。
雅子が恐妻家と言われるのは、この浮気絶対に許さんという姿勢によるところが大きいでしょう。当時、貴族が複数の妻小を持つのは一般的なことで、雅子の父、時政だって正室以外に妻を持っていましたが、雅子は頼朝の浮気を絶対に許しませんでした。これ以後も頼朝は雅子に隠れて浮気を繰り返し、子をなすこともありましたが、子供は隠すようにして育て出家させたといいます。他、新田義重の娘である少女姫を妻に迎える話もありましたが、これも雅子激怒のため実現せず。ここまで雅子が嫉妬に狂い激怒したのは、もちろん頼朝への愛情もあったでしょうが、北条の血筋は源氏の妻としてはかなり身分が低いことが根底にあったのではないでしょうか。他に騎手の姫を妻に迎えられては勝ち目がない、そういう思いからの行動だったとも考えられます。頼朝の死により尼御台へ、我が子を死に追いやってしまう。頼朝は1199年、建久10年に落馬が原因で亡くなります。暗殺されたという説もあります。雅子は出家して尼になりますが、頼朝を継いで将軍となった頼家の後見となり、尼御台と呼ばれます。息子の頼家は蹴鞠に夢中になったり、他人の愛称を奪ったりして問題を起こし、雅子を悩ませます。蹴鞠三昧の頼家をいさめますが、全く聞く耳を持ちませんでした。また頼家は自身の乳母の夫を重用するなど、北条氏にとって不利となる行動をも取ります。とうとう雅子によって伊豆に幽閉された頼家、将軍職も雅子に剥奪され、ついには暗殺され、23歳の若さで亡くなってしまいました。鎌倉幕府によって記された吾妻鏡は、必ずしも歴史をそのまま書き記しているとは言い難いものです。別の資料によれば、頼家は雅子の弟、北条義時の命令で暗殺されたとも言われています。頼家の次に将軍となったのが次男の実朝でした。教養のある人物でしたが、今度はこの実朝が頼家の息子、公暁、公暁によって父の仇として暗殺されてしまいます。幕府寄りの歴史書吾妻鏡はどこまで本当のことを記しているか分かりません。これら二人の息子の死と雅子が完全に無関係だったとは言い切れないでしょう。子を失ったのと引き換えに尼将軍となり、北条家は100年以上続く幕府の権力を手にする。二人の息子を相次いで失った雅子、頼朝の血を引く源氏の男子は耐えてしまいました。幕府の権力を握ったのは雅子の実家である北条氏です。実質的に鎌倉幕府の執権を掌握したのは弟の義時でした。しかし、このまま北条氏が幕府を動かすことは良しとされませんでした。そもそも鎌倉幕府の存在は微妙なものです。平家も武家として権力を握っていましたが、それはあくまで一貴族として朝廷を支える存在でした。鎌倉幕府は都から離れた東国を支配しており、朝廷と権力を二分するほどの力を持っていました。実朝は後鳥羽上皇とも良好な関係を築いていましたが、実朝の死によりグレーだった朝廷との関係は対立が表面化してしまいます。鎌倉幕府と朝廷との戦、承久の乱の背景にはこういった事情がありました。北条氏は源氏の血筋を失ったことで土台から揺るがされたわけですが、それを鼓舞したのが雅子でした。屈指の名演説として知られる最後の言葉、頼朝が築き上げた武家社会を守らんとする雅子の言葉は御家人の心に響きました。この雅子の演説がなければ、幕府は朝廷に勝利してはいなかったのではないでしょうか。夫、子亡き後に政権は実家の北条氏のものになり、その後100年以上権力を持ち続けることになるわけで、
北条氏によって源氏の力が奪われたようにも見えます。しかしトップに立つ政子としては、頼朝が築き上げた幕府を守りたいという思いが常にあったのではないでしょうか。最後の言葉にはその思いが強調されているように思います。子に先立たれた悲しみは大きい。実は夫を暗殺したのではないか、子を踏み台にして幕府を北条氏のものにしたのではないか、子を相次いで亡くしたことで結果的に北条氏が力を持つことになりましたが、政子がそう締めけたわけではありません。政子は息子二人ばかりでなく娘二人も失っています。夫だけでなく子供たち全員に先立たれてしまったのです。子を失った悲しみは深く、一人また一人失うたびに自らも死を考えるほどだったとか。結果的に自らが先頭に立って幕府を指揮することになりましたが、悲しい偶然が重なってそうなってしまっただけかもしれません。暗殺説もありますが、血のつながった子を失いながら気丈に振る舞い、尼将軍として幕府を指揮する姿は悪女とは程遠いように思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。